はい、というわけで、毎度おなじみ、昭和にじんで野球クラブのお時間です。いつもの通り、神田神保町の、古書店ビブリオの、小野店長に来ていただいてます。小野さん、どうも。はい、はい、どうも。あ、どうも、お疲れ様です。はい、あと、そうですね、まあ、なんでしょう、我々にとっての、そのデータアナリストの、田和友さんもいらっしゃってます。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ずっと、もう一方、野球部門でおなじみの武田さんにもいらっしゃってます。はい、武田さん、どうどもおうも疲れど様うも、です。皆さんお元気でしょうか。はい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 。どうもどうも。もうようやくプロ野球も開幕しまして。そうですね。はいはいはい。やっぱり野球のある日常はいいですよね。いや、観衆がいないっていうのも、新鮮で、打球音とか、ボールを取る音とか聞こえるのがすごく新鮮ですね。そう、あと選手の声とかもね、結構なんか、もう丸聞こえな感じで。本当に。なんかね、うちのお客さんで、まあ、近鉄ファンだった方がいらっしゃって、近鉄。藤井寺市に住んでる方がいらっしゃって、この前、いらっしゃってお話をしたんですけど、藤井寺の二軍戦を見てるような感じですわ。音がよく聞こえる。確かにね。はい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 。やっぱりあれですね、昔のリーグの二軍はね。結構、野球部でも書いていただいたヒロさんのブログを見ると、パ・リーグの昔のパ・リーグを思い出すみたいなことをね、皆さんそう思ってんだよね。結構、その閑古鳥が鳴いてた時のね。40何人しか入んなかったっていう記録があるとかね、そんな話もあるんで、まあ、今、記者とか入れたら、まあ、40人ぐらいは入ってるし。そうですね、40人そうぐでらいすはね。ね。まあ、すごそういいう世界でし感たよじ。ね、昔そうはですよ。だからね、やっぱりなんて言うんでしょうね、こう、確かに観客が入らないっていうのはある、まあね、こういう時代だっていうのはあるんですけど、まあ、貴重な体験をね、我々はしてるっていうふうに、こう、プラスに捉えていければ楽しみ方いろいろとあるんそうだです、そうなです、ってそう思いです、ますそうよです。ね。もうね、まあ、野球は奥が深いということで。まあ、この前ちょっとね、ヤクルト戦見てましたけど、エンゼルスとつば九郎は寂しい感じ。そういうところはね。お客さんいないところでパフォーマンスなかなか大変でしょいや、だから、ロッテの謎の魚も、このガラガラのスタンドで、一人ね、こうポツンと座ってたりとか。本当謎です。そうなんですよ。で、この前、広島と中日で、で、鈴木誠也が、打ったホームランが、ドアラに直撃しそうになったっていう。外野席で。そう、なんかそんな話もね、ありましたけども。まあ、というわけでですね、今日はですね、まあ、前回、大下博さんをこうワイワイと語ったんですけども、まあ、なんでしょう、対局って言ったらあれですけども、まあね、まあ、大下さんと、まあ、もう一人、こう、ね、もう天才打者というか、もう打者としてはもう素晴らしい一流の、川上哲治さんをちょっとこうワイワイと、まあね、につい対局というか、青バット、赤バットですからね。もうバットがね。セットで語らざるを得ないというそういうところですよね。そうですね、なるほど、なるほど。で、同じね、この前からやっている昭和26年。そうですね。まあ、大下さんはリーグの首位だし、川上さんはリーグの首位だしですからね。というかで、綺麗に流れて川上さんにたどり着いたというああ、もう必然とね、必然然的に流れたという感じ で。まあ、大下さんがやっぱり僕ら、こう、どうしても、なんて言うんだろう。晴れた人というか、太陽とか、そのスポットライトがなんか、なんかね、似合うような選手のイメージがあるんですけど、川上さんはどっちかってこう、一人、武士のように、孤島のそう、だ、エンターテイメ、テイナーというか、やっぱりこう、打者というか、アーティストというか、そういう感覚を持ってますよね。なんとなくこう、やっぱ大下さんって天才肌な感じが僕あるけども、川上さん努力の人っていうイメージをね。そう、努力をする天才というかね。そうまあ、です本当は天才なんだと思うんだけね。ど、こう、ピッチャーができなくて、打者に転向してすぐヒットを打つっていう天才的なところもあるんだけど、どこかこうね、一人悩んで打撃を極めようとしてるみたいな感じはしますよね。そう、弓道、
ね、なるほど、道をこう求めていくような、そうですね。川上さんはね、まあ、まだあの後ほどいろいろお話が出ると思うんですけど、はいはい、そう、だん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 こう晩年になればなるほど、その弓道的な感じがこう強くなっていきますね。まあ確かにね、まああの、まあそういうわけで、生い立ちというか、まあ川上さんの話を進めていくわけですけども、やっぱりね、僕なんかはこう、あの熊本県で、その生まれ、うん、まあね、生まれて、育ったっていうような感じで、やっぱあの熊本工業でしたっけ、確か。そうです。そうですね。はい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 。ただやっぱりね、あの戦争もこう、か絡んでる感じで、うん、熊本工業で、でまあ当時の、あの、中等学校野球大会にも出てたりとかしていて、でこの時はピッチャーだったんですかね、やっぱりね。はいはい、で中京商業の野口二郎との相合いっていう、はいはい、ありますけど、すごい前が出てきましたね、またこれは、ね、武田さんどうですか、野口二郎とかっていうのね。ね、うん、僕はあの野口二郎さんももちろん投げてるとか見たときないんですけど、あの人も400イニング500イニング投げた人なんですよ。で永遠のナンバー2が野口二郎なんですよ。名前も二郎だけど。あねえ、田畑さんなんか40勝もしてるし、すごいんだけど、記録的には第1位っていうようなことはないんだよね。2位にはいるんだよね。そうですね、なんか必ず誰かが上にいるような大井の行く、すごい。でそこの野口二郎と投げ合ったっていうのだけでも記録マニアやね、歴史図からしてるとちょっと興奮しますよね。そうですよね、まあ、それ必ずそのなんていうの、40勝もしてるのに必ずその上回る42勝とか上回るのが出てきちゃうからね。上には上がいるんですよね。まあもちろん野口さんももう立派なわけですよね。すごいだけどもっていう感じですよね。そうなんですね、はい、そうだ、野口さんに勝ってんだ、あ負けたんだよね。そうですね、うん、いずれも準優勝ということで、ね、はい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 、川上さんの方ですね、いやなんでまあね、僕もちょっとこう前にこうなんでしょ う, こう調べてあれしたあのこう知ってた、まあ、仕入れた情報としては、あの甲子園の土を川上さんが最初に持ってったんじゃないかっていう、はい、実は話がありまして、うん、甲子園の決勝戦後にポケットに甲子園の土をこう持ってったっていう、だもうそのこのね、今もう当たり前というか、もう風物詩じゃないですけど、うん、なっていうのがもう元祖が川上さんなんじゃないかっていう、なんか今のエピソードを知ると本当日本人的な感じしません、うん、はい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 、確かに明日また行こうよ、来年また来るよじゃなくて、うんうん、なんかすごくノスタルジーというか、うんまあ、素朴な、うんうんうん、ね、あの田舎、うんうんまあ、熊本だったら結構、うんうん、九州の中でも、なんていうんだろう、レベルの高い、うん、その教育とか、うんうん、文明開化の後もいろいろと熊本っていうのは、ね、はいはいはい、一つのキーになる場所だったと思うんだけど、うん、そういうとこが出てきた人だからこそ、いろいろとこう、なんかこう、うん、すごくいい意味で保守的な人というかね、うん、そうですね、だから熊本って、結構なんだろうな、柔道とか、まあ、武道系とかもこう盛んだったりとか、うん、なんかそういうそれこそ武士道じゃないですけど、なんかそういうのがこう脈々とこう、うんね、受け継がれてた、まあ、まあ、熊本といっても、まあうんうん、熊本といってもいろいろあるんですけど、この人は人っていう人ね、うん、そうだから熊本の中でもね、奥なんですよ、ずっと。ああ、はい、いわゆる都市部じゃないんですよね。うん、高見さんというとね、あの戦争終わった後にずっと田舎帰ってこう有名になって、うん、このまま農家とか家が持ってそのまま居つこうとして、うんまあのね、あの戦後プロ野球開くから来い来いって言われたんだけど、うん、しばらく出てこなかった、うん、あまあ要するに田舎というか実家、まあ、そっちの方にこう俺はもうあの、うんうん、米作るからもう野球やってらんないみたいな、うん、野球にはもう見ればないんだっていう感じですかね、そういうなんだろうな、土地に根付いた感覚みたいなのっていうのが、うんうん、まあよりディープな感じっていうのかな、ちょっと都市部とは違う、うん、そういう関係、感性は、うん、だからね、
あの、ね、家もそんなに恵まれてた方ではないっていう感じだから、その割にこう当時としてはこうね、まあ、中等野球でここまでやるっていう、うん、その、うん、なんて言うんだろう、日本の例えば僕なんか小西徳郎とか、あ、はいはいはい、その当時の野球人を見ると結構恵まれてんだよね、うん、家がいい、まあ、うんうん、まあやっぱり基本的に裕福なスポーツ、裕福な家庭でできるスポーツですもんね、うん、それが川上さんからなんかね本当の意味で庶民というか、うん、だから身の丈にあった部分をいつも求めてるみたいなところがちょっとこういうエピソードの中で見えるし、うん、でこれ有名な話だけど、その当時バッテリー組んでたキャッチャーの吉原がね、今で言うとドライチなんですよ、うん、そのついでに川上さんを取ったっていうのは有名な話じゃないですか、うん、あ、そうなん、じゃあ本当はその吉原の方をこうスカウトで、まあ、うん、狙っていて、うん、じゃあまあ、巨人はね、はいはいはい、うん、まあ、今でもね、よくありますもんね、そのドラフトで、うん、バーターじゃないけど、はいはいはい、上位指名で、うん、あの例えば、寺原とかって、まあ、ピッチャーが、いて、で、まあ、同じ高校の、あの選手をこう、ね、うん、ドラフト会で指名したりとかして、うん、まあ、そういうじゃあセットみたいな感じだったんですかね。だからどっちかというとおまけだから、だから吉原っていうのはね、大スター、大スターですよ、ある意味ね、この時はね、うんうんうん、そう、だから、まあ、川上を、の初期の川上を語るには吉原を語らないとっていう部分が出てくると思うんだけど、うんうん、大変ですよ、これ吉原で語るとさ、大変だと思うんで、これはまたあれかですね。で、まあね、吉原の話が出たところにちょっとビブリオ的豆知識を言うと、はい、プロ野球選手で史上一番サインが高いのは吉原。うん、あ、サインが高いの。サインが一番高い。あ、はいはい、あ、それはやっぱり人気があるんですか、人気が、理由としては。人気があるっていうか、レア。つまりほとんどいないんですよ、もう戦死してるし。まあ、戦争でね、早く亡くなってるから、うん、早く亡くなってるし、だから本当、実働何年ですかね、田畑友さん分かります？これ、吉原の実働って。吉原ですか、うん、ちょっと今、ここにいますね。4年、4、5年かな、うん。昭和13年に入って、そうですね、あ、そうですね、実働約 4年間ぐらい、ね、ね、じゃあ全然短いですね、うん、そうなんですね、あ、だから本当にだからサインなんかもね、すごい少ないんですよ、あ、まあまあちょっとた、まあ、僕、まあ、全然こう勉強不足でこう、うん、吉原選手のこと何も知らなくてですね、うん、今ちょっとちょろっとこうあのウィキペディアなんかを見ちゃったんですけども、うん、こうびっくりしたのがですね、あの痔を患っていて、あの、しかも悪化して医師から試合に出場できる状態ではないということで、でバッテリーを組んだ、まあ、川上さんの話です、うん、で、まあ、バッテリーを組んだ川上さんによると、試合後の吉原のユニフォームのズボンは血で真っ赤に染まっていたっていう、なるほど、これ血が、血で、もう真っ赤に染まっちゃってたっていう、なんかね、あの、もしかしたらそのキャッチャーが血というイメージは吉原さんで、あ、でね、あの、水島新司の野球教の歌でも血で悩むキャッチャーってあるじゃないですか、東京メッツの、はい、あの、今僕もそれを今思い出しましたねえ、だそういう意味では僕ね、あの、背番号、あとね、初代背番号27なんですよ、おー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 、うん、今のキャッチャーの、ね、うん、キャッチャーの背番号の27を吉原なんですよ、へー、あ、そうなんですね、うん、なんで川上の話でこっちになっちゃうっていうのもいろいろありますが、まあ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 、でも確かにそのね、今のイボジのキャッチャーの話は僕も知ってますし、うん、こっから来たんじゃないかっていう、また新たなこうね、ちょっと次回以降のネタになると、そうですね、そうですね、まあちょっと川上さんに、うん、なんか僕、まあちょっと、うんうん、まあここはあれですけ ど、はい、どあのキャッチャー列でも面白そうです、うん、うん、いや、それこそキャッチャーも語ったら長い、まあ、あれですよ、深いですよ、だから、私があの持ってる高嶋秀子が主演してる、お、はいはいはい、あの秀子の応援団長っていうのがあるんですけど、うん、そこに動く吉原が出てくるわけですよ、お、昭和14年のシーズンなんですけど、それに中島春平と水原茂とスタルヒンと吉原がニコニコしながら笑ってるシーンがあるんですよ、シーンが、もうそれ見た瞬間にもう僕はもう驚きましたよね、もしかしたら唯一のこう笑ってる
動画っていうのが映画になってるっていうのもあれですけど、まあなんかちょっとあの個性的な顔なので、うん、貴重なね、うん、だからまあそういう意味では吉原とかね、そういうのすごく、はいはいはい、うん、面白い、うん、まあ興味深い、うん、そうですね、ね、次回以降はじゃあまあそっちに流れる、そうですね、ちょっとねこれはまあ覚えておいて、ね、うん、まあ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 川上さんに話を戻しますけども、まあまあ高校、まあ今でいう高校甲子園こう出て、でその後にまあプロ入りするわけですけども、まあやっぱりまあピッチャーとして最初入ったっていうねことは、そうです、ね、うん、まあもちろんその後打者にこう変わるんですけども、やっぱピッチャーとしては目が出なかったっていう感じですかね。そうですね。でまあ、うん、普通当時としても左腕なんで、はい、貴重なんですよね。はい、うん、サウスポーあまりなかったっていう。うんうんうん、ただ南東型だったので。うん、もしかしたらね、戦後こういう人だったら、もしかしたらコントロールも良かったと思うし、うん、あのヤクルトの安田武史みたいになったんじゃないかと勝手に思ってるんですけど、それこそワンポイントとかで、そうだから、ね、うん、すごくもしかしたらあのそれなりに語らいけたかもしれない、うんうんうん、なるほど。これ田和友さん、あの川上のその投手時代の成績みたいなのって残ってたりするんですか？もうほぼない。あ、もちろんありますね。あ、はいはいはい、そうですね、まあ、実際公式戦でもね、投げていらっしゃいます。一応ね、あの11勝9敗なんですよね。また微妙な感じですね。もしかしたらあれじゃないですか、あの10勝以上して2000本安打した最初の人で、あ、なるほど、2人目がこの前誰でしたっけ、横浜にいた石井だっけ。あ、石井拓郎ですか、うんうんうん、あれが史上2人目じゃない、10勝以上して2000本。あ、ピッチャーで10勝で2000本安打っていう、うんうん、いやいや、あ、じゃあ一応まあそういう微妙な成績で、まあ、うん、まあでもね、こうピッチャーとしてはじゃあ自分も限界を感じたりとかいろいろあったんですかね、うんうん、だから13年14年はピッチャーとして結構投げてるんですよ。14年は100イニング以上投げてるし、うんうん、はいはいはい、だからまあその後ですよね、うん、で僕まあちょっとあれですけど、その川上さんの凄さって、はいはい、戦争中という試合がこう、うん、今より全然少なくて、うん、で2000本安打を史上初にやったでしょ、うん、で2000本ギリギリじゃなくて2300本くらい打ってますよね、田和友さんね、川上さんはそうですね、2351本。僕ね、すごいなと思うんですよ。うん、いくらね、高卒、うん、まあ今でいう高卒だとはいえ、はい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 、確か19ぐらいで、ピッチャーからバッターに転向してると思うんだけど、うん、この人は20歳で、あ、違う、19で首位打者取ってるんだよね。おー、うん、もう、もうじゃあもう、こう若造だった感じなんですかね。そんな若造が、もう首位打者取っちゃうっていうような。そう、実質2年目で首位打者だから、今例えば去年あの村上がね、あ、ヤクルトですね、2年目でしたっけ、ね、中西とかとかもそうだし、うんうんうん、なんかそのくらいの衝撃っていうのは、はい、まあ、ふうにこうリンクするとね、うんうん、だから なんでしょうね、こうファンとかから、まあ、当時のプロ野球ファンからするとすごいのが出てきたぞみたいな感じだったんですかね、そういう意味では。そうでしょうね。だから打率も3割3分8厘で首位打者取ってますけど、当時結構3割3分台って100試合ぐらいで打つって結構大変なんですよね、うん、だいたいこう3打数1安3割3分3厘を超えるって結構僕はすごいと思ってるんですよ、うん、それが19の若造が言ってるわけなんで、うんうん、まあ、なんでしょうね、例えばだからこう19のこう若者が、まあ、当時ね、まあ、新聞とかいろいろメディアがあったんでしょうけども、まあ、僕なんか最初に思ったのはこの川上、まあ、今でこそ川上哲治って読めますけど、川上哲治とかね、うん、なんか読めるような感じで、小野さんなんかこう、これはね、うちのお客さんがね、あの、はい、おじいさんが来てね、はいはいはい、多分川上さんと同年配の人が来て、うん、ほら、同い年ぐらいの結構、うん、川上さんのなんかあるかみたいな話だったら、川上哲治って言ったら、はいはい、あれはね、哲治ってんだよ、いつから哲治になったんだっつって、
うん、あ、じゃあそのお客さんからしてみると、川上哲治じゃなくて川上哲治なんですね。それでね、あの そんなのがちょっと頭入って、昔の雑誌ちょっとひっくり返したら、うんうん、振りがないと哲治って書いてるんですよ。え、じゃあ哲治じゃない、ないですか。哲治じゃない。でどうもね、だからそこはいつから哲治になったかよくわかんないんですけど、でも、まあ、やってたら監督になって読み方を哲治にしたみたいな。あ、いや、じゃあ本当、本当というか最初、まあ、なんでしょうね。じゃあ、川上哲治が。本名って言ったらあれですけど。あの、近鉄に行った山口哲治。ああ、うん、はいはい、いますね。あれ、確か、お父さんが川上が好きだから哲治ってつけたっていうから、昔は哲治だったんですよね。はいはいはい、はい。だからこれね、知られていないっていうか、まあ、今の人には分からない話ですけども、うん、ね、もう実は、現役の子はみんな哲治だった。哲治だったんですね。うん、僕もね、うん、だから裏取って。フラった。子供の時僕もやっぱり鉄人か鉄あるかっていうふうなことをちょっとあの二通りあったような記憶がありますね。古い人はみんな鉄人って言ってたんじゃない。あ、なるほどね。で、我々みたいな若い世代監督しか知らない。うんうん、で、だいたいそうですよね。もう、うん、ことだと思うんですけどね。じゃあね。まあでもなんかこの20年代野球クラブ的にはやっぱり現役時代の川上さんを取り上げるという意味でも鉄人で、うんうん、そうですね。もうあえてこだわりを、ね、見せるってこと で、あの鉄ハル禁止令みたいな感じで年代後の話をするときは鉄ハル、そうですね。あ、そう、使い分けるっていうね、かなりレベルが高い話ですよね。そうなんです。いやー、なるほど。まあまあ、そんだけでまあね、あのバッターとしてもう才能がこう開花していくっていう感じですけども、まあ、でも、たまたまさんどうですか、19歳で首位打者、はい、要するにね、20歳、そう、なかなかいないですよね、そんな選手っていうのはね。そうですよね、卒でなかなか首位打者っていうのも、そんなにいないんじゃないですかね。まあ、さっき言ってね、中西さんとか、はいはいはい、か頭にね、浮かぶんですけど、うんうん、ホームランだとね、結構。うん、なんかこう多いんだけど、首位打者って結構大変だよね。首位打者ってあんまりね、聞かないですよね。で、結局イチローとかはあれですか、まあ高卒ですけども、あれ3年目ですね。3年目ぐらいですね。ね、イチローもそういう意味では近いよね。近いですね。その後7年連続ですからね。そうですよ。もうレベルが違う。そう、もうメジャー行くまでずっとね、首位打者ですからね。いやいやいや。まあまあまあね、その中で首位打者獲得後、ね、こう、まあ、あれですね、まあ、こう20年代には欠かせない話ですけども、その後こう戦争が、ね、川上哲治とも、ね、当然こう、プロ野球中心になって戦争に、結局、でも戦地には行ってないんですかね。いや、行きました。あ、行ってる。あの人はもう将校で、これもね、ウィークに載ってるからだと思うんですけどね。丹波哲郎がね、俳優の、川上にいじめられたっていうのね、兵隊時代に、ね、あんな性格の悪いやつはいないっていうぐらい、あいつはダメだって丹波哲郎言ってますね。あの川上さんの方が上だったんですね。上昇、なんていうのかね、上級で、で、まあ、ずいぶんあのやろうと思ったらしいですよ。やっぱり厳しいというか、どうなんでしょうね。こう僕ね、川上さんってね、なんだろう、そこがね、やっぱりこう、うん、なんて言うんだろう、うん、悪いというか、イメージがついちゃうというか、あのね、組織にちゃんと流されるんだよね。でね、自分を守るためにやっぱりっていう、だからさっきの言ってた、そのなかなか出てこないとか、田舎から、ああはいはいはい、それって生活を守るためでもあるんだけど、あのやっぱりね、まあいい言い方すると本当組織に対する、まあ、まあ今でいう、 こう会社人間みたいな感じなんですかね、そういう意味では。だからといってやっぱりこう職人肌があるから、
その、まあ、どっちかというと技術職のサラリーマンって感じだよね。ああ、はいはい。でも、ただ組織っていうのをこう重視してるっていう、うん。でね、これも、まあ、いろいろと僕も読んだ方あれなんですけど、はいはいはい、当初は巨人でも千葉茂さんとか、うん、川上さんとかって、はいはい、まあ、13、花の13年組って言われてるから、昭和13年組として。結構その、戦後になったらすごく自負があるわけ。俺たちはもう職人であり、うん、スラッガーであるって、うん、で水原茂監督がこうなんかこうやって打ったらどうだみたいなことを言った時に、うん、お前は大した打者じゃないのに何やってんだよみたいな何俺たちに言ってんだよみたいな発言をしてたような感じが、だからでもまさに職人的な感じなんですね。そういう時はね。だけど、うんうんうん、千葉茂はどっちかというと発言する方なんだけど、うんうんうん、川上さんって黙ってるタイプなんだよね。うん、だから僕からしてみると、学校で、うんうん、いや前も話したかもしれないですけど、俺ってさ、今日テストできなかったよなーって、俺もできなかったよって言いながら、ちゃんと80点、90点取るような。いましたね、そういうね、うん、そういうやつね。クラスに一人か二人をね、そういうイメージがね、はい、僕川上さんに出ちゃうんですよ。なるほどね。まあ真面目は真面目なんですかね、そういう意味は。だから真面目だし、自分をどう、うん、そのなんか俯瞰してるような感じがするよね。はいはいはい。まあ確かに大下さんとはもう結構真逆というか、対極的な感じですね。酔い越しの金を持たないのが大下さんで、川上さんはもうすげえ貯金するタイプ、もうきっちり食べるみたいな。そうね、だからそういう、まあ、野球の技術なんかにしても、うんうん、すごくこうやっぱり自分考えて、うん、なんか人のあれを見て、うん、そのすごくこう自分でどうしたらいいかというよく考え、うんうん、そう。でもそれこそね、野球以外のその職人の世界なんていうのもね、うんうん、結局仕事をその陰で盗、まあ、いい意味で盗んで自分のものにするみたいな。うんうんうん、そういうのあったかもしれないですね。そういうことね。まあ川上さんの時代っていうのは多分その今みたいにね、コーチがついて、うんうん、あそういうのじゃないってことですもんね。うん、まあ今はそういうのないのかもしれないけど、まあ、我々の若い頃なんてのはまだそういうんで、先輩なんかの見て教えてもらうんじゃなくて、やっぱ見て盗めみたいな、はいはいはい、そういうの確かに、うん、だからまあそういう時代でずっとね育ってきてるっていうのもあるでしょうから、ただまあこういう時代にきちんとそういうやり方で地位を築いていった人っていう、うんうんうん、ところなんじゃないですかね。それでね、僕川上さんのまたもう一つすごいなっていうのは、うん、さっき組織って言ったけど、臨機応変なんですよ。結構柔軟に対応する、うん、だから僕はね、その長い間、バッティングに関しても、うん、コンスタントにヒットを打って、うん、首位打者もそのある時にグッと取ってるんじゃなくて、うん、結構ね、19から30何歳まで取ってるわけですよね。こういう人5回取ってますから、うん、打者を。そこがね、大下さんとちょっと違うような感じがするんですよ、うん。だから臨機応変にやって、例えばなぜ大、まあ、これからまだ話すと思うけど、大監督になれたかっていうと、はい、前昭和26年に、さっき前回大下さんの話で、アメリカに藤村文雄と、ああ、はいはいはい、はい。藤田茂さんと、はいはいはい。小鶴真さんと行ったじゃないですか。あの時に杉下さんはフォークボールを習得して使えるっていうことで、自信になったけど、うんうんうん、川上さんはこれでも一つすごいこと発見したんですよ。これはアメリカの監督は絶対だってことなんですよ。ボスなんですよ。だからそれまでさっきの話で千葉さんじゃないけど水原さんに監督にお前が何打撃を言ってんだっていうことはアメリカではそんなこと言えないんですよ。もうありえないわけですね。アメリカの場合はもう監督がもう絶対的なチームマネジメントをすごいしてたから、これは自分は今までいけないことをやってたんじゃないかと。で戻ってきたら水原茂にすごく言うことを聞くようになって水原が驚いたって話。でそこからね、千葉茂と川上さんっていうのはどっちが巨人を取るかっていう将来的にやってたわけですよ。それが結局水原さんは最初千葉茂を監督にしようと思ってたんじゃないかな。あ、なるほど。それが川上が変わったんで、うんうんうん、それで、あ、
これは帝王学を教えなきゃいけないみたいになって助監督になったりして昭和36年に監督になったと思うんですよね、水原さんの後に。じゃあ川上はもう正直アメリカに行ってそれを学んだから監督になれたような。 そこで組織っていうのはこういうものだっていうのを、僕ね、そこが川上さんのすごいとこじゃないかと僕は思ったんですよ。まあ、職人って言いながら、でもその柔軟な、こう、まあ、柔らかい脳みそを持ってたっていうような感じですかね、そう受け入れたりとか。だから技術を持った人間が、組織に入ったら最強じゃないですか。はい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 、確かに確かに。うん、なるほどね、うん。だからそこがね、僕はその職人だし、あともう一つ、川上さんが僕はすごいなっていうのは、大下さんってパ・リーグで、一人で戦ってたんですよ、チームの中で。その西鉄ライオンズで中西とか豊田も後輩じゃないですか。はい、だけど川上さんって必ずライバルがいるんですよ。例えば、戦前は紀藤和夫というライオン軍の天才打者がいたんですけど、その人といつも首位打者争いをしてて胃が痛くなるぐらい苦しいんだと。まあ、で、ライバルですね。戦後は、そう、戦後は青田昇がいて、で、それはホームランですよね。で、ホームランもいいやと。俺は、打撃の、そう、安打でやろうって言った特端に与那嶺が来たんですよ。その中で戦うって、やっぱり武士道行くよね。俺はこんだけやって結果も出てきたんだっていう時にまた違うこうライバルが現れるみたいな。それの上チームが強いわけじゃないですか。そうすると帝王学っていうのを嫌でも勉強するか、もう俺にはできないっつって千葉さんみたいに出ていくかしかないんで、諦めるかどっちかっていうような形になって、ただ川上さんの場合はこう道を極めるっていう方を選択していったっていうような感じですかね。なんか俺、青田さんの方がすごい好きなんですけど、川上さんのことよく知ってるよな、俺。野球好きはね、川上さんが逃れられない。まあ、そういう川上さんは、まあ、武士道というよりはもう、仏教に行くわけですよね。そうだね、宗教だね。はい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 、でね、今送ったかな、今ちょっと皆さんに。あれですか、どのメッセンジャーで、今ちょっとメッセンジャーで、話は後でつなげてねって話ですけど、川上さんはね、まあ、有名な話ですね、これもね、禅の修行をして、岐阜のなんとかってお寺忘れちゃったけど、で、まあ、あれなんですか、ね、どうぞ。でね、このね、川上さんがその修行した、姿を表した川上哲治座像っていう、どうなんまたこの小野さんがもう古本屋さんのこのこうパワーをね、いかんなく。これね、昭和50何年かに文藝春秋から出た人物特集川上哲治って本に載ってる。来ましたね、これね。でね、これが一体どこにあるのかと思って調べてたら、なんとその人吉の故郷のとこ、博物館かなんかなのかな、に展示されてるんですって、今。へぇー。データ1年ということで。ほう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 。ちょっと私はね、これは絶対見に行きたいなと。まあ、なんでしょう。これ誰が野球の試合を見るよりも、野球人としてはこれを見ることが何よりも大切なんじゃないかな。もう、これだからね、死んでからとかじゃないですよ、この像。ね、これは50年代にもうありますから。うん、もう生前で、もう生きてる時に。まさに、もうもはや生き仏ですよね。ねえ、もう建て祀られたというか、もう崇められたのぐらいのことですよね。って言ってもう、いや、だから、だからね、それこそ、スタルヒンでも何でもいいんですけど、要するにその、プロ野球選手って銅像がね、こう建てたりとか、亡くなってからとかあるんですけど、大体当然のことながらユニフォーム着て野球やってる姿じゃないですか。まあ、それ普通ね。ね、それがもう一般的ですけど、野球選手にもかかわらず、ね、もうこんな感じで。どうですか、これ。これは、すごいですね。こう後ろにね、こうジャイアンツの多分こうね、こう。で、川上さんの、みたいなのがあるんでしょうね。その、座右の銘みたいなのが、はい、まあ、不動心。あ、まあ、あと、まあ、僕はよく川上さんの色紙を
扱ってるんで、はい、座右の銘みたいな、はいはい、こうサインと一緒に書いてあるような、まあ、不動心っていうのはね、もうトレードマークみたいな言葉で、この昭和50年代とか40年代、50年代の川上さんに関する記事を読んでると、川上不動心って言われてますからね。不動心でもそれこそ松井秀喜のね、何でしょう、座右の銘か分かんないですけど、松井秀喜も不動心ってね、よく言ったりしますね。川上さんの尊敬してるのかもしれない。あとはね、川上さんが書く言葉でよく書くのは、平常心これ道という。まあ、平常心、平常心ね、まあ、いつの時でもこう平常心を保てっていう。うん、いや、なんか、なんでしょうね、野球選手って感じじゃあんまない。だもはやね、仏様なんですよ、うん、ここに行くと。本当に。あのね、本当あの、道徳というか、その、晩年まで、まあ、結構元気に、野球の解説とかもやられたけど、はい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 、なんだろうな、あの炎上型、炎上するというか、うんうんうん、本当に、まともなことしか言わないというか、あの、まあ、よくね、お母さんを大事にしようとか、この子はよくなんとかだからとかいう感じでね、言われるけど、あの川上哲治さん、まあ、哲治、後半は哲治として、監督の時のその非常さっていうことをよく言われるじゃないですか。例えばの V9 時代は5番バッターがいないから、ひたすら5番バッターを集めて、まあ、ピッチャーもまあ1、2年でこうトレード出したり、またなんとかって言って、だからこう、今でもその巨人の、優勝、上昇チームっていう形で今でも言われるじゃないですか。優勝できないとボロクソになってしまうっていうことも含めるとすごい苦しんでたと思うんですよ。だから鉄のカーテンとか言われたりね、はい、そうですね、確かに有名ですよね、いろんな意味でそのこう、まあヒールの部分と、ただね、あの野球雲の8号で、あの国鉄の町田さんインタビューしたときに、あの方、あの国鉄を解雇されて、で巨人にテストを受けないかと言われて、多摩川のグラウンドでやってたんですって、練習を。で、みんな、だけど、やっぱり川上さんがあいつは一生懸命練習してるから入れようっつって入団できたと。だから、ある意味、こう人情的な部分と、人のその、プロセスに対してそれなりに評価をしようとしてるところっていうのは、他のまた名監督だとか50年代40昔のね、昭和のまあ戦後から昭和30年代ぐらいまでの監督って結構麻雀やったり破天荒な部分たくさんあるんだけど、川上さんが真面目にこうそういうことやって成功したから一種の日本の監督像ってのはできたような気がします。あ、まあ監督の理想像として川上さんがこう、そうだから、ね、まあ、今でも人気投票やると三原監督が1位だと思うんだけど、だけど川上監督という、なんていうかな、ドーンとした監督感っていうのは、むしろそのよくプレジデントなんていうあのビジネスの雑誌で、あ、はいはいはい、あの、ね、確かマネージャーの特集みたいなね、マネージメントの特集だと川上さんが必ず昔は特集になってたような気がするんで、なんかそうですね、今の話聞くと、それこそ中日の監督になったのはあの落合博満が、うん、もうとにかく勝つ、まあね、その勝つっていうことで、もう全然選手をもうがっちり固定して、でもあんまり若手とか使わずにもうずっと同じスタメンでこうやってて、意外とこういろいろ文句をみんな言うんですけど、川上さんはどっちかというとそういう感じというか、なんでしょうね、こう勝つためには手段を選ばない的な、まあ相当苦しんだとは思うんですけどね、やっぱりね、まあ、真面目な人が好きなんですよね。ああ、はいはいはい、やっぱり性格が出ますけど、そういうの、長嶋さんは別格だけど、うん、やっぱ王さんを使ったっていうのはそういうとこかもしれないしね、うん、あ、それは王さんが使ったっていうのはその結果が出る前ってことですか。そうそうそう、あ、で結局一本足打法もいつできるんだって言われながら、うん、結局ずっと使い続けたから、うん、まあそうですね、それで、もうあのレギュラーなんでしょう、うん、王さんの素質が開花したっていうところありますもんね、うん、
まあ、川上さんはね、そういう意味で、これ、あの、本を持ってきました。ああ、はい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 。これ、いや、監督の時は巨人軍の鬼なんですよ。鬼と言われて。巨人軍の鬼。でも、川上さんって打撃の神様と言われる。ね、打撃の神様であって、鬼であって、そして座像になったという。神と鬼と仏様は。すごいよね、何でもやってる。一人何役だ。はいはいはい。こんな野球人はね、今後、偶然絶後なんじゃないかと、うん、確かにこのように思います。もう鬼にもなって神様にもなって仏像仏様にもなったっていう、それで天寿を全うした感じじゃないですか。そう、もう確かにね、うん、いやーでもね、まあね、監督の話も尽きないですけど、現役時代ね、あの田畑さん、やっぱり川上さんの凄さというか、はい、そうですね、やっぱり、まあ、ちょっとこれ26年のですね、まあ、ちょっと打撃成績だけちょっと、まあ、チーム別の成績なんですけど、うん、はいはい、ね、ちょっと、今ちょっと上げてみました。あ、はいはいはい、これは1951年のあ、川上、はいはいはい、のまあちょっと出すとヒットとホームランだけ、あ、あ、これは川上さんのその対戦別の、そうですね、1951年の、まあほぼ、まあ、名古屋以外みんな3割以上ですね。これ武田さん、ね、武田さんごめんなさい、あのこれ当時やっぱりこう強いチーム弱いチームっていうと、当然巨人がやっぱ一番強かった、うん、26年は1位巨人が優勝して、うん、で2位名古屋だったんじゃないか。あ、はあ、うん、あ、じゃあこの2位が阪神っていうのは、うんうんうん、だからもう松竹は4位ですね、この時ね、うんうんうん、もうボコボコですね、前年優勝チームだった松竹、うん、そうですね、うん、あ、たまたまさん、この貴重なデータの中でやっぱりこう注目するのは、その対名古屋戦が、まあ、2割9分でもね、まあ、3割近く打ってるっていうのもありますけど、これ杉下がいたからかな。そうですね、杉下もいましたし、投手力あと良かったですね、ピッチャーもそれなりに、うん、そうですね、まあ、だからやっぱり上位チームにはやっぱり、うん、ね、阪神も3割4厘だし、うん、そうですね、やっぱり強いチーム弱いチーム、それなりな、うん、結果になって、なるほど。でも、うん、でも対松竹戦とか、この対、ね、太陽戦、ホームランが多いですね。もうね、うん、まあ、松竹もちょっと投手力はどちらかというとひどかったもんね。ちょっと弱い方もうね、もうね、当時は、もう、いや、もう25年に優勝したら、もう球団が分裂しちゃったんだよね。はいはいはい。選手がもうじゃあ、うん、もう監督も辞めちゃったし、大山一派がね。崩壊しちゃったから、チームとしてのこう手をなさずになっちゃったっていうような、優勝チームとは思えない、うんうん、ね、まとまりを変えちゃったんですね、うんうん、だから逆に言うと、あの川上さんってホームランを意識した選手じゃないから、うんうん、やっぱり6本って、やっぱり6本5本っていうのはすごいですよね、うんうん、そうですね、うん、対応だけで、でこの時3割7分7厘じゃないですか、あと打率が、打率が、うん、ね、で首位打者を取ってて、うん、もし名古屋杉下さんがいなかったら、あ、もしかしたら大下さんがパリーグで3割8分3厘1分、うんうん、もしかしたらもうちょっと超えてたかもしれないね、うん、あ、そうね、確かに、もうそれでな、まあ、なんでしょう、杉下さんがいなかったらまた歴史が変わってたかもしれないし、そういう、もしかしたら、うん、まあ、それでもね、すごいんですけどね、まあすごいですよね、うん、確かに確かに、まあね、まあでもどうですか、川上さんね、現役時代っていうのが、まあ今ね、たまたまさんの資料もありましたけど、もうやっぱり引退を決意みたいなところっていうのは、なんかこうエピソードとかあるんですかね、なんか なんでしょうね、この人がこう道を極めていくってことで、こう歴史も、要するに、なんつうんだろうな、例えばですね、日本プロ野球史上初の1500安打を達成ってあるんですけど、もう川上さんがプロ野球の歴史をこう更新してたっていうような感じなんですかね。当時の記事はちょっとあれ分からないですけど、うん、その1000本安打は坪内さんという、うん、方が初めてやって、うんうんうん、
でその後やっぱり確かあの人はまあ、その後そんなにあれなんですけど、うん、川上さんが戦前派の中でもうぶっちぎりに良くなっていくわけですよ。うん、藤村文夫とかもやっぱりこう27、8年、まあ結構藤村文夫と戦前からやっててすごいのはやっぱり川上、藤村、千葉茂ぐらいかな。もうこの人たちがその記録、なんでなんつうんですかね、例えば要するに前人未到のこう記録をどん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 こう、うん、もう積み上げていくっていう。まあそうですよね、うん、なんかそこに僕はすごいなっていうふうに思うんですよね、うんうん。まあ、川上さんはあのスランプがあんまりないんだよね、うん、だからこう例えば51年から、うん、56年までずーっと3割打ってるし、で必ずベスト10に入ってるし、だからこう、まあ、ただあんまり守備は上手くなかったっていうか、本当打撃ばっかり頭にあったのかもしれないね。千葉茂さんが鉄を追っかけなかったからって言ってたもんね。あ、そのボールいやでも確かにすごい嫌がってたって、うん、もう頭の中でずっとそれこそあの草野球でよくあるシーンですけど、守りについてるけどあのバッティングフォームのねあのそうそうそうとかしちゃうような感じ、そう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 いう感じ、はい、広岡さんがよくね、うん、広岡さん、ね、あ広岡さんがよくはい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 、はい、もっと取ってくれればそうだ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 、あのそれこそ広岡さんとかがショートでこう一塁に投げた時にちょっとでもそれると取ってくんないっていう、うん、ね、有名な話ですよね、うん、あそれでだってなんだろうな、あのオリックスにいた田口壮っていう選手が、うん、同じようになんかショートでいて、うん、でプロに入ってこう一塁投げるんですけど、ちょっとそれると当時のファーストの人が取ってくんなくて、うん、イプスになっちゃったっていうね、うん、っていう話もあったりはして、うん、でも確かに川上さんにね一塁、川上さん一塁で投げて取ってくれなかったらちょっとこうノイローゼになるんじゃないかっていうような、よく言えないもんね、ね、そうそうそう、うん、神様だから、そうそう、うん、広岡さんぐらいじゃないのズバズバ言ったの、ね、そうですね、てかむしろ広岡さんぐらいの性格じゃないとやっていけなかったっていうのはあるかもしれない、うん、だから巨人出てっちゃうんだよね、そうそうそうでもまあ広岡さんもなんだかんだ言って、でも監督の方法としては川上さんの監督の方法です、うん、やっぱ根っこの部分っていうのはそういうところ、うん、真面目なんですよね、で人にはすごくこうやっぱり高望みをするというか、はいはいはい、チャラっぽいそうですね、川上さんの同世代のライバルはみんな監督で失敗してるんですよ、うん、藤村文夫、はいはい、青田昇、うん、あとまあ千葉茂さんなんても、うん、唯一100敗したチームですからね、うん、だからそういう意味ではやっぱ川上さんっていうのは、うん、こう全ての人たちの魂を吸い込んで、うん、勝ちの執念を持ってったような、あよくね今でも言いますけど、結局名選手はこう名監督になれないみたいなのあるじゃないですか、うんうん、でもそういう意味ではどうなんでしょう、初めてその両立させた人でしょうね、川上さんが、うん、そうでしょうね、まあそうですよね、他の、ね、まあ、これ川上さん以前のまあ名監督というとやっぱり三原さんとか鶴岡さんも、うんうん、まあそれね、それなりの選手ではもちろんみんなあるんですけど、うん、その突出した成績という意味ではね、うん、まあ、もちろんプロ野球の始まった時期とかそういうこともあるから一概ですけども、うん、でもやっぱりこう川上さん的な突出した成績ではないですね、うん、川上さんが本当にこれだけ突出した成績であって監督としても突出した結果を出してね、うん、でね、その三原監督と、うん、例えば川上監督と鶴岡監督を見た時に、鶴岡監督ってすごくオーナー会社ですよ、うん、自分が全部持ってやってるっていう感じだから、うん、あ、はいはい、あ、もう長い間できたし、うん、ワンマン的な、そうだけどちゃんと結果も出したし、うん、自分も成績良かったと、うん、で三原さんは僕ね、うん、アメリカの社長っぽいんだよね、いろんな会社に渡り歩いて結果を出していくみたいな、まあ社長っていうのがイコール職業っていうか、う、うん、で川上さんはどっちかというとやっぱり、うん、そのやっぱり雇われた社長なんだけど、うん、結果をずっと同じように出していくようなスタントに、
なんかね、そこら辺がね、ちょっと、うん、あのだけどやっぱり日本人って、うん、鶴岡さんとか三原さんの方が好きなんだろうね。うん、いや、そういう意味で言えばね、川上さんはまさに生え抜き社長みたいなもんです。ああ、なるほどね。三原さんはやっぱり、うん、問われていろんなところを経営に立つ。うん、というタイプの、まあ、そうですよね。で、結果を出していくっていうかね。結果出していくね、そういう。まあ、ちょっとあの潰れかけた会社をみんな立て直していくみたいな。こういろんなところを渡り歩いてって、うん、結果を出すっていうのに対して川上さんはもう、もう生まれてこの方ずっと巨人で、もうそこをこうた、まあね、いい意味でこう強くしていくっていうような、はいはい、だからさっきのその打撃論も含めて、うん、すごく僕なんか例えば川上さんが巨人の監督を辞めた時ってまだ50代前半じゃないですか、うん、普通だったら他のチームやると思いません、うん、むしろ引く手あまた結果も出してたわけだから、うん、だけど、うん、絶対もう巨人で終わったっていう、うん、ある意味そこの潔さというかプロデュース力はすごいなと僕は思います、うんうん、まあ、こだわりもあったんだろうし、むしろコーチとかそういうところに関わらないで、うん、外野から巨人を見てたっていう感じだと、うん、なんか政治家としてすごく面白いなと思いますよ、うんうん、なんか巨人もそういうポストを用意してるわけではない、ない、まあ、時代が違うっていうのもあるんでしょうけどね、もうその長嶋さんと同じように必要とされてるけど、うんうん、長嶋さんは2回やったじゃないですか、はい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 、川上さんはあれで終わりだもんね、うん、終わりと思うんですもんね、もうその後はもうひたすら解説者、野球評論家として、うん、だって藤田さんも原さんも2回やってますよね、うん、はいはいはい、結果出したのに、うん、だから川上さんってもしかしたらその内部からでもすごく怖い人材だったかもしれないね、うん、それその読売の経営陣から見てもちょっとあんまり怖かった、そうそうそうあんまり関わると本当に乗っ取られるんじゃねえかみたいななるほどね、いやいやこうね、まあ、対談後の話にこういきますけども、僕初めて知りましたけど、これすごいですね、このなんだ55歳の誕生日だったこう3月27日1975年10年選手制度を利用する形で阪神とのオープン戦を引退試合としてやったんです、これ、ね、あ、これはね、トーク見ると載ってますね、あ、そうですか、こう全然これなんか代打として登場した今後川上は江夏と対戦してライトフライっていう、うん、これだけで凝縮されてますよ、もういろんなもう、うん、もうそこのところに、はい、監督退任後は球団専務に就任したが川上を煙ったっていう文章あるじゃないか、もう今武田さんが予言してた大体合ってますよこれ、うん、やっぱりあのフロントもちょっとね、こうなんでしょう、ちょっと扱いづらかったところも、まあ徹さんっていうのは、ね、これは息子でしょ、あ、はい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 、松太郎氏の、うん、なんか怖かったんじゃないのかな、うん、少年野球担当に回されっていう、ね、あ、そうね、要するに今でいうジャイアンツアカデミーとかなんかね、うん、12球団いろいろやってますけど、そっちのなんか面倒見てくれみたいな、会社 の記録室に入らされた、写真写真写真さんも、なんか窓際的な感じの野球教室っていうねビデオがありますよね、ありますね、はいはいはい、その時そういう仕事をしたんでしょうね、きっとね、やっぱ教えるのは嫌いじゃなかったんです、ね、嫌いじゃないでしょうね、子供たちは長くやってるのは好きなんじゃないですか、うん、あ、むしろこういろいろ吸収なんかね、その成長を見るのを楽しんでるっていう、あとね、川上さんあのプロ野球 OB クラブも作ったんだよね、おお、うん、はい、あ、なんだろう、創立者というか、そうだから、やっぱりこう有名選手は生活があれだけど、やっぱりこう無名の選手をちゃんとなんか見たりする、まあ、うん、なんかこう、はいはいはい、フォローするために OB クラブを作ったっていう、あのメジャーの世界だと結構ね、何試合出たらもうあの年金的な感じでね、そうそうそう、日本はないですからね、あんまりね、うん、はいはいはい、いやでもこれすごいですね、これ少年野球担当に回されて、でわずか1年で退団っていう、で今度で NHK の解説者になるっていう感じで、やっぱこれは何でしょ う, こう葛藤みたいなのがいろいろあったんですかね、うんうん、まあ、どうですかね、だからもしかしたら、うん、だから本当はなんかいろいろと
欲はあったかもしれないね、うん、そうですよね、そう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 、ただ言えなかったんだろうな、うん、あともう一つは本当にもうちょっと野球ちょっと離れたいっていうのもあったかも、っていうのこんなに苦しい思いをするのはっていうのもあったんですかね、うんうん、川上さんはね一回なんかほらあのなんかあのこの辺細かいところ忘れちゃったな、ファンが病気になっちゃってね、ファンが、うんうん、ファンに嫌がらせを受けて、うんうんうん、それで全部や、うんうん、現役の最後の頃にね、それで野球もうやめて熊本、まあ川上さんは何かっていうとすぐ熊本に帰る熊本に帰ろうなんて思った時期もあったっていう話も聞いたこともあるので、そういう意味ではね、なんかもう、あのやっぱり真面目な人だし、こう野球どうみたいなことをこう極めたり、だからやっぱり野球って重荷だし、やっぱり引退してからっていうのは、少し楽になりたいって気持ちは僕はあったんじゃないかっていう気がしないではないですか、ね、それやったらね、ずっとこの、うん、まあそういう意味では、まあ、そこずっとストレスを抱えながら来たってことですもんね、うん、まあ、長嶋さん、反長嶋って言われた人だから、うん、はいはいはい、だからこう長嶋さんのこう、まあ、道筋を邪魔してるドンっていうかね、うん、はいはいはい、まあ、当時はね、全部マスコミはそんな論調ですよね、うん、ここら辺がまたこう、なんでしょうね、あのもう奥が深いなと思うんですけど、結局天真爛漫な長嶋さんがいて、で、なんでしょう、それをよく思ってなかったのか、川上さんは、要するに自分はできないっていうのを認めざるを得なかったのか、なんかこう、うん、コントラストがこうそこに見える感じがして、僕はここはね、結構マスコミが面白がって作った部分じゃないかって気がしますけどね、川上さん自身はそんなに、なんていうのかな、うん、なんかそんな嫌ってたのかな、そういう気はしないですけどね、うんうん、まあなんかね、当時のその北川長さん待ってたドンみたいなあったじゃないですか、うん、あれなんか僕も子供ながらにその長嶋さんは本当にこう天真爛漫で、うん、でこう真面目な川上さんがいて、で多分川上さんがいろいろ監督としてこうだあだ言うんだけども、うん、長嶋さんが分かりましたみたいな感じになるんですけど、全然分かってないみたいな全然分かってないそういうこう、それがやっぱりマスコミ的にも、ね、うん、こう書きやすかったのかもしれないですよね、ね、なんかそういうのあるでしょうね、この辺はちょっとね、まあなんだろう、本当その辺はまだまだ検証して本当はどうだったみたいなところはね、こうやって皆さんと話すと、はいはいはい、そのやっぱり今日までの川上さんのイメージとちょっと変わりましたね、うんうん、いや確かにその選手時代っていうのはほとんどね、うん、まあ言ってしまえばもうみんな記憶があんまないわけなんで、うんうん、だそれを語らなきゃいけない、まあね、20年代野球クラブの使命として、ね、まあ別に使命ってほど大げさなもんじゃないですけど、まあ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 、まあね、まあ自分も年を取ってくると、うんうんうん、まあ、栄光も挫折もたくさんあるじゃないですか、はい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 、そうすると川上さんってもう栄光栄光っていうにしか思ってなかったんだけど、そのまあ今自分も川上さんがね、うんうん、監督を辞めた年を過ぎちゃったわけですよ、うん、過ぎて、うんうん、そうするとね、やはりね、その後何も現場から呼ばれなかった悲しみっていうか、うん、あ、何のためにこう、だ野球から離れたいって なっちゃうぐらいの栄光っていうのは、うん、中間管理職っぽくて嫌だよね、うんうん、そうね、なんで太陽なんかね、長嶋さん呼ぶ前に川上さん呼んでみればよかった、うんうん、で結構僕はこれもなんかうがった考えかもしれないんだけど、当時のセリーグって巨人中心じゃないですか、はい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 、っていうことは長嶋も呼べないし川上も招聘できなかったんじゃないか、うん、気を使って、うん、そうかもね、そのバランスが崩れちゃうのがやっぱ他球団にとっても嫌だった、うん、そう、やっぱり川上は怖いと思うんだよね、うん、実績作ってるから、うん、V7 は無理でも3連覇グラブやっちゃうんじゃないかとかね、うんうん、だから なんですかね、その選手も例えばじゃあね、その当時の太陽がまあね、こう川上さんが監督になるぞって言ったら選手もすごい嫌なんだんじゃないかっていう気がするんですけど、ね、そうだよね、巨人の選手からしたらうちの監督すげえよなんて聞いててさ、そうそうそう飲んでたりしてね、すげえのが来ちゃったって言って、あの広岡さんが西武の監督になった時はちょっと雰囲気があったんで、うわ来ちゃったみたいなね、ただあの時って西武って根本さんというすごく技師がいたから、巨人には実はそういうのがいなかったよね、
ような気がするんだよね。だからある意味なんだろうな、セ・リーグでその巨人がもう突出しちゃってるっていうのの煽りを食ったのが川上さんなのかもしれないですよね。まあ、結局ね、うん、後継者が育ったっていうのもあるんですよね。ああ、うん、はいはいはい。中村もそうで、まあ、藤田さんがやって、うん、まあ、王さん、まあ、王さんが監督になるっていうのまでは当然規定路線だったはずだから、うん、もうな、まあ、いろいろ紆余曲折があってそうじゃなくなっちゃったけども、うん、本当の予定では多分長嶋15年、王15年とか、うん、はいはい、うん、もう段取りができてたっていう、ね、的にはその流れでいこうと、うん、ないですか。そうすると川上さんはもう当然ね、引退した出番はあるんで、うん、まあ、藤田さんなんかはまあ状況がそうなっちゃったから、うん、まあ、ピンチヒッター的な感じ、はいはい、まあまあね、こういうまあ巨人のこう後継者ができたからからこそのっていう部分もあるような気がする、ね、うんうん、まあね、戻す必要はなくなったと、うん、まあ帝国だもんね巨人はね。そう、いやだから本当に思いますけど、こう V9 ってだって9年連続優勝っていうのはもう考えられないじゃないですか、うん、今の時代、うん、もうテレビつけたら巨人が勝ってるみたいな、そう、もうつま、もう面白くもなんとも、面白くもなんともないんですよ。だから、そうですね、だから、昭和40年代後半って全然球場に人入ってない、ね、そう、球場にないもんね、うんうん、巨人戦でも人入ってないんですよ。あやっぱもうどうでしょうね、武田さんとか小野さんとかぐらいの世代だともうジャイアンツがやっぱ絶対って言ったらですけど、もう必ずテレビつけたら勝ってるみたいな感じなんですか。うん、まあそれもそうだし、うん、まあ、武田さんちょっと僕より上ですけど、僕が物心ついた時には大体僕ね昭和41年生まれ で、だから昭和49年中日が優勝するじゃないですか、うんうん、はいはいはい、はい、それが僕にとっては野球を認知した最初の頃なんですよそれ以前は、それ以前はもう野球として認めないぐらいの感じの、いや分からない、見てない、あ、見てない、うん、ごめんなさい、僕もね、うん、僕もあの49年からなんですよ、野球見たのって。あで僕はちょっと遅いんですよ、うん、あの中日が勝って、うん、次の年は広島勝って赤ヘルブームなんですよ、うんうん、ちょっとずつこう変わってったっていうか、うんうん、だから、うん、V9 ガチガチみたいな感覚は実は僕の野球風土にない、うん、僕もないんですよ。70年代ちょっとがあったけど、今度80年代になって今度西武強くなって西武黄金時代になっていくんですよ、はい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 、巨人って僕たちのイメージだと原が4番張っていて、はいはい、あのヘナチョコ4番だし、うん、そうですね、あのよく神宮球場であのチャンスで内野フライ打ち上げてみんながーってためつくのかもうっていうイメージなんです勝利打点はタイトルを取るけどね、はいはいはい、打点も1回だけだしね、だから、子供の時こう野球のことをよく知る前のイメージってそんなところだから、巨人が強いってイメージ実は我々持っていない、うん、まあ、巨人ファンだったら嬉しいかもしれないけども、うんうん、もうねそれ以外の大多数野球ファンから見てみたら、うん、こんなつまんねえことはねえよっていう風になっちゃうんですかね、うん、だから過去の栄光でしかないっていう巨人、あ、我々の世代の認識だったんじゃないかな、それでいつまでも栄光の巨人、栄光の巨人って言ってて、うぜえなみたいないや僕ね、あの栄光の巨人って言ったのは長嶋茂雄が初めて言っただけだと思います。我が巨人は、基本的にあの長嶋さんイコール巨人だったんですよ、うん、と僕は思ってるのね、監督にそう長嶋を見たさに巨人、そうそう、長嶋を見たさに巨人を見るとか、長嶋が活躍して巨人が勝つんですよ。で巨人が勝つから長嶋がいるっていうじゃなくて、長嶋さんと王さんを見たさに巨人を見るとか、うん、であとやっぱりあのドラフト以前の選手がやっぱ巨人50年代に入って60年代に V9 が始まってるから、はいはいはい、やっぱりその49年とかに中日が優勝、その前からももう昭和48年もね、確か最、優勝から最下位まで6ゲームしかない、おお、こうギチギチだった、そう大混戦だったんですよ、うんうん、だからそれもやっぱりドラフトの結果がだんだん出てきてるんです、うん、こう戦力分散のあれが出てきたところですね、うん、だからまああれですね、その武田さんの今言ったような説によってやっぱり巨人長嶋だっていうことになると、やっぱり1980年で巨人って1回終わってるっていう、あ、うん、巨人の歴史が一旦こうプツッと切れてるっていう、僕は言えるような気はしますね、うん、だ僕なんかはね、だジョン・レノンの死去などで長嶋の解任は同じなんで
はいはいはい、どっちもね、そう、ね、1980年では巨人とビートルズが終わった年、うん、そうなんです。これすごい歴史的なあれですね。そう、僕は一生1980年っていうのは忘れないですよ。ポール・マッカートニーの麻薬とね、大麻で日本でできなかったのと、ジョンが死んだのと長島の解任ですよ。それさっき言ってんの、ポール・マッカートニー。うん、だからそういう意味では、その時代の流れっていうかね、80年代の野球って変わったと思うんですよ。いや確かに、でもキーポイントですよね、その80年代っていうのはね、うん、やっぱり野球、まあ、やっぱり巨人がずっと強かったっていうのがもうその前提があって、ね、うん、そう、全てのね文化っていうのもね、80年代を境にね、結局戦後からちょうど30年ぐらいじゃないですか、うん、なんかそのぐらいかかる、そう、30年でね、本当の大きな文化っていうのが変わっていくような気がするんで、だからやっぱりそこの境目にその長島がいるっていうのはすごいんだよね。うん。うん、だからそれは、うん、タイミング的にこう。そうそうそう。だからその川上さんっていうのは、その長島さんをのためのなんかいい意味でのヒールだよね。うん。うん、だそれぞれ役者がこう揃ってたって感じなんですね。まあ、いやだからそのね、武田さんが言うその1980年っていうね、ここに、まあ、巨人がペナントレース序盤から優勝争いから脱落してこう3年連続 V2 っていうことで、当時その8月に発行された週刊文集でこの青田のロボルト・マキノさんとこう栗松さんとかこうすごいメンバーがこう叱責するという趣旨の座談会っていう巨人はこれが怖いんでしょう、みんな。そう、僕ね、僕思うんですよ、阪神とかだったらまだこうね、そういうのがこう川藤さんとかが言ってもこうギャグで済むじゃないですか。このメンバーとかが集まっちゃって、で今の現状がダメだっつって、よくこれこう一般の会社の中でも多分あると思うんですけど、うん、結構なんか上のベテランの人がなんかこう今の若いやつはダメだみたいな、そういうのこう座談会でやっちゃって、で次期監督が藤田もありうるなんてと大きな反響を呼んだ って、で長島が辞任を申し立てて次期監督に藤田が就任と発表したが、当時スポーツ日本が長島解任と報道し、ファンはこう結局球団が悪いとか、うん、であと川上が長島がいいの黒幕であるってことで、うん、これで結構ヒールとしての川上さんが定着しちゃったっていうのがありますね、これはね。まあ、そうですね。まあ、ここでそのある意味巨人帝国が、うんうんうん、そのローマ帝国が東ローマと西ローマに分かれたような感じですよ。あ、そこで分裂しちゃったっていう。そう、うん、結局長島派と川上派、反長島派に分かれた。これが決定打になっちゃったっていう。うん、だから結局この当時のファン、野球ファンは長島さんが、ね、チームが弱くてもやっぱ監督としていてほしいっていうのもあって、それでもう本人が相当疲れてるから、そこがね、うんうん、そこが巨人ファンの、うんうんうん、まあ、まあ弱いチームのファンと違うとこですよ、うん、勝ってるとこも見たいし、うんうん、スターも見たい、だからこう晴れた野球が好きなんですよ、湿った野球は嫌い。僕なんか結局またこれね、そのまあ炎上するかもしれないですけど、何が言いたいかというと、広島とかも、まあね、昔弱かったじゃないですか、正直。そのまあこの当時はね、あれで江夏さんとかいた時、うん、で一回すごい暗黒期に入って、うん、で黒田とかいた時はもう結構いいピッチャーだったけど勝てなくて、うん、でもね、監督が結局達川さんとか意外とそのこう、なんつうんですかね、言ってしまえば負けてもいいよみたいな、そんなノリがあって、うん、で今強くなっていったっていう、まあ普通球団ってそうだと思うんですけど、うん、ジャイアンツの場合はもうとにかくこう勝つっていうことをこう重要視されてたんで、うん、でやっぱりなんか違う、他の球団とはちょっと違う、ある意味かわいそうだなっていう気はするんですよね、その監督さんとかが、うん、まあそこがね、やっぱり川上さんという9連覇という伝説を作っちゃったから、うん、いつでも9連覇できると思っちゃうんだよね、うんうん、もうそこと比べちゃうことになっちゃったからね、うん、そう、やっぱりね、他のチームは比べないわけですよ、これと、うんうん、そう田端友さんもそうだと思うけど、ね、ええ、そのまあそう、球団で連覇って大変じゃないですか。うん、そうですよね。で、3連覇はあっても4連覇もそんなに、ね、確か西武と巨人ぐらい
かな、あと阪急ぐらいかな、4連覇とか。連覇、そうですね、リーグ4連覇。リーグ4連覇の時は。3連覇はね、その黄金時代作れるんで、ね、西鉄もやったし、広島も今回やってたし、だから、だけど、9連覇って、その、やっぱりね、セ・リーグがおかしかったよね。いやだって本当なんでしょう、まあ、野球を始めた子供がいてその時いて、でじゃあそうだな、まあ、何でもいいですけど小学校2年生3年生からやって、うん、そっからもうだってほぼ10年間巨人しか勝たないんですよ。全然おかしいと思うんですよね。その一つ昔前に、うん、そのヤンキースが5連覇やって4連覇っていうね、くたばれヤンキースっていうような合言葉が出たけど、うん、だけどくたばれジャイアンツって言っても当時負け犬の遠吠えみたいにしか思えなかったけど、もうそのくらい歯が立たないというか、うん、もう自分が思ってもどうにもならない感じですもんね。僕なんかは子供の時にその巨人の情報って巨人の星とか侍ジャイアンツとか、はいはいはい、そっちの方が多かったんで、むしろ川上さんの存在っていうのは漫画の方がすごいわけですよ、インパクトとしては、まあ、川上さんといえば漫画みたいな、漫画みたいな。そうだから星一徹が魔装球投げたら川上がお前のあれは野球じゃないっつってそれで星一徹は魔装球を封印しちゃうわけですから影響力半端ないってい う必ず川上さんがその選手入団の手続きをするから、はいはいはい、星一徹もバンババンも川上さんのおかげで入団できてるわけです。あやっぱりそれはあれなんですかね、原作者とかがやっぱ川上さんをこう忖度したみたいなとこあったんですかね。っていうよりもやっぱ怖いから、やっぱり連覇をしてる監督っていうのはやっぱり当時としてもやっぱりすごいと思う、だからそこも、うん、だから9連覇っていうのは、巨人にとっても川上さんにとっても長嶋さんにとってもすごく重荷になってるような気がするよね、結果的に十字架を背負わされちゃったっていうような感じなんかね、で小野さんどうですか、その本の世界で9連覇本って売れます？あのこれはね最近売れるようになってました。おー、はい、やっぱりね ある程度時代、まあ何でもそうなんですけど歴史のすごいことって、ある程度時代が経たないと認識されない、あ評価されないっていうようなあると思うので、で、まあ、さっきから話してるようにその我々の世代の川上さんと割とヒールなんです、嫌われ者だったんですが、だからなんかそのイメージで割とそのみんな遠ざかるみたいな部分があるんでしょうけど、まあ、翻って今我々がこう話してきたみたいな感じで、もう川上さんとにかくすごいわけですよ、やっぱりこのすごいっていうことは人間って知りたいじゃないですか、はい、でも、ね、この我々の世代的なものはそういう嫌われてる川上さんを知ってるからなんとなく遠ざかってるけど、の今の人たちって嫌われてる川上さんさえ知らないでしょ、そうですね、イメージが湧かないでしょうね、多分ね、本当のレジェンドじゃないで、そうするとやっぱりその本当にどういう人だったんだっていう話になっていくし、まあ、本当 V9 監督っていう、だからそういう意味でも結果は必ず出してるわけですから、だからその例えば監督の評をするときに、まあ、野村さんとか星野さんとか、ね、まあ、あと三原さんが出たり水原さん出たりするのに、なんで川上さんって意外と語られないでしょ、名監督、はい、確かに、で大きすぎるからだったりするんだと思うんだけど、だから今の世代の人たちって、なんでそうなのみたいなところ絶対あると思うんですよ、多分そうか、成績で見れば川上さんナンバーワン監督であること、ナンバーワンの一人であることは間違いないですから、もっと語られてもいい、そういう評価っていうのが、多分その姿勢に少ない分、今川上さんの本みたいなのを読んで、ちょっと川上さんってどういう人だったんだろうって思ってる野球ファンっていうか、まあ、野球歴史好きな人が、以前に比べると出てきてるなっていうのが、なるほどね、なるほどね、トレンドとしてはっていう、そうですね、まあ、真面目すぎるんで、そのバカなエピソードがないんですよ、だから青田さんじゃなくて青田さんは、まあ、ジャジャウマって名前あれだけど、例えば千葉さんはカツカレーを作ったとか、ね、大下さんはもうすごい7打数7だとか、そういうこう、なんて言うんだろうな、アホなエピソードっていうのは、まあ、それは親しみを込めてだけど、いやでもね、僕も今小野さんと武さんの話聞いて思ったのが、まあね、この言葉が合ってるかどうかわかんないですけど、
やっぱりね、あのいい意味でその青田さんとか、まあ、他の人たちっていうのはこう隙があったと思うんですよね。そうですね、うん、隙ですね。そう、うん、でも川上さんは隙があったんだろうけども自分で見せないっていうような、うん、あの楽屋裏を見せない人、うん、はい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 、うん、そう、そんな感じがしますよね。そこがね、やっぱり川上さんの、うん、今のその語られない部分っていうのがあるんじゃないかなと。うん、なんかなんですかね、やっぱ相当なんかストレスは抱えてたんじゃないかなって気はしますよね。うん、そうですね、平常心ってことはものすごく強く、そうですそうです、不動心っていうこともそうですし、うん、心が動かないっていうことが大事っていうことを言ったっていうことはどういうことかっていうと、うん、とても心が動く人なんですよ、うん、そう、だからもういろんなことがあって、うん、で、こう動い、でも動いちゃダメだここはっていうような、やっぱそういう意味ではこう宗教的なね、うん、だから言えばその動く部分っていうのを見たら、うん、読み解いていったらもっともっと面白い川上さん像っていうのが出てくるんだろうなって気はしますね。でも本当一般人が見る川上さんってさっき見たあの川上哲治座像みたいなもんですよ。話しかけんのも怖いみたいなね。そんな感じ。ずっと野球のこと考えてたんでしょうかね、これね。まあまあ野球以外、要するに野球があってこう人生っていうこう、ね、まあ、ね、まあ、もちろん野球に捧げた人生だったっていうのは、まあね、解説の仕事も NHK じゃないと似合わない雰囲気あるもんね。そうですね、うん、あのフジテレビとかでね、プロ野球ニュースが出たら、プロ野球ニュース見てもなんかみんな川上さんに川上さんそれは違いますよって言えないもんね。言えないですね。言えない。関根純三さんまでだったら全然、うん、そうそう、川上さんにそれをバッティングいいのおかしいですよなんて言えないもんね。そうだね。いやいや、長いや、ずいぶんあれですね、語られますね。いや、もう深いですよ。もうあっという間に時間がね、もうあれですけど、じゃあまあ、じゃあ一旦ここでね、まあちょっとあれですね、はい、またなんかね、ちょっと、はい、あの帝王学とか、そうですね、いやもうまだまだ全然あれなんですよ。だからいや、まあ次回あたりで、うん、その弾丸ライナーとか、うん、そうです。だ、うん、あと僕今初めて知りました、テキサスのテスト呼ばれた、ね、テキサスヒットっていうのがね、そう、こういうまたその野球サブカルだよね、もうそうですよ、ほんとこの川上、ね、川上哲司サブカルみたいな、ね、それあってもいいじゃないですかね。もうあえて川上哲司というね、哲司ね、哲司、ね、でこうゴルフとかもうまかったですね。レフティーゴルフ協会で左利きのっていう、うん、もう全然こうバイトすごいじゃないですか。食料を自給自足で作るためにコケの皮元を変えるとか、そうそうそうなんですよ、ね、重いこうまたこれと声だめのあれを担いで1日2キロの道中を12、3往復していたとか、すごい、うん、意味だから、そういう栄光の巨人軍のね、4番だったり大監督であったっていう面と、そういう本当農家の子供でね、そういう、ね、うん、力仕事も厭わなかったみたいな、三本豊作的なところもあったんだね、うん、そういう意味ではね。ね、あ、エピソード的にはでも、若い頃の川上さんイメージの、うん、そうかもしれないですよね。うん、田畑さんどうですか、そのあたりは。あ、でも熊本出身ですもんね。あ、そうかそうか、うん、そうだ、はい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 。僕鶴岡さんも戦後ね、はいはい、その南海の選手、南海のすぐ行って、うんうん、畑をやるわけですよ。でね、ここが面白いのが、川上さんは家族のため、鶴岡さんは選手のために動くわけですよ。あ、はい、選手たちのために畑の野菜作ってとか、ね、声だめ置きは鶴岡さんも担いだと思いますよ。だけど、そこの目、その誰に対してやるかっていうのがすごくね、川上さんって神様なんだけど、うんうん、すごく僕らに近いところやるわけです。そこがやっぱり親分と呼ばれた人との、そうそう、そうですね、そうですね。会社とか仕事に生きるか、まあね、川上さんの場合はその生きる家族っていう、そう、だから同じ組織に対する思い入れが違うんですよ。だから川上さんは巨人っていうところの大番頭で、やっぱり巨人が家なんだよね。だからオーナー的感覚な鶴岡さんと監督としてか、その選手としての役割をきちっと分かってる川上さんの差じゃないかという、どっちがいいとか好きなんとかじゃなくて、そうですね、それは比べられない、考え方が違う。そういう意味では本当川上さんっていうのはものすごく
正確に合ったすごいポジションをつかんだというか、うん、そういうところあるのかもしれないですね。うん、まあね、あの戦後のその復活でロックアウト事件とかね、うん、いろいろあるんで、その辺もね、3万円、そうそうそう、3万円ホールド、うん、なんかね、ちょっとその辺も含めると次回もし ね赤見さんを語れるときに、なんかそういうサブカル的なホールドアウトとか、うん、いやもうね、そうですよ。だってそれこそ今思いましたけど、うん、あのね、さっきの北川調査待ってたドンでモノマネしてる人がいたはずなんですよ、ね。はい、そうですね。長嶋さんのモノマネはあのスマイル。プリティ長嶋さん、ね、ですけど、川上さんのモノマネしてた人もいたはずなんですよ。そういうサブカル的なね、ちょっと話もね、うん、もうちょっと次回じゃあちょっとやってみた方がいいですね。うん、じゃあまあまあとりあえず一旦ここで、はい、はい。じゃあまた次回。そうですね。じゃあこれ一旦今回も長くなりますけどありがとうございました。いえいえ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも、はい。